はい、今回は話さないといけないことが、2、3点ほどございます。皆さんこんにちは。ひろげです。はい、いつも動画を見てくれてありがとうございます。はい、今回は話さないといけないことが、2、3点ほどございます。まず一つ目は、エンディングと、僕の YouTube チャンネルのアイコンを変えます。いつも動画見てくれる友達から、僕のエンディングの、広げの部分が広家になってるよって言われて、実は僕それ4ヶ月ぐらいにやっと気づいて、うわ、やばってなって、で、もうそれに気づいて、友達にお前気づくの遅えよって言われて、これで、まあエンディングのあれもそろそろ変えないとなということで、エンディングを変えます。で、アイコンなんですけど、僕今アイコンが、まあちょっと地味じゃないんですけど、もうちょっと迫力のあるアイコンがいいなということで、アイコンの方を変えようと思ってます。せっかく iPhone 11に、まあ、今年機種変したので、iPhone 11にしかないアプリとかを使って、まあいい感じのアイコンを作りました。それがこちらです。どうでしょうか。周りはレゴにして、あとは、いつも通り作業着プラス、あと僕が一番好きな仮面ライダーの、仮面ライダーブレイドの、まあ、ベルトと、武器のブレイラウザーと、ラウザーアブソーバーを持たせたものになってます。で、エンディングはこの動画の最後に流しておきます。あとは一つ話しておかなければいけないことがあります。動画投稿、僕今、木曜日と、不定期で土曜日と、日曜日にしてるんですけど、4月から動画投稿を木曜日だけにします。なんでかっていうと、僕今大学3年生なんですけど、僕が今通ってる学校で3年生は2級建築士と木造建築士を取らないといけないんです。本来は先週の木曜日から学校始まってたんですけど、コロナウイルスの影響で、1週間延期になって、多分この動画出してる頃には、もう学校始まってると思います。もうやっぱちょっと早めに勉強したいと思って、今ちょっとこの過去問の一番古いやつをやってるんですけど、思った以上に難しくて、ちょっとまあこれじゃあ今年2級建築士合格できるかできないかっていう、多分できないと思うので、ちょっと勉強の方にまあちょっと集中するため、動画投稿を木曜日だけにさせていただきます。で、まあそういうことで、まあちょっと申し訳ないですけど、4月から動画投稿をまあ木曜日だけとさせていただきます。もしかしたら日曜日に出すかもしれないんですけど、その時は動画のコメントで今週の日曜日動画出しますよってちゃんと伝えますので、まあぜひ、まあ確認しておいてください。まあ僕今年の目標で YouTube での目標は、まあこれといって決めてないので、まあ今年はまあちょっと勉強の方に、まあちょっと力を入れて、で、もう今年中に2級建築士を一発で撮りたいと思ってるので、まあちょっとしばらくの間は、動画投稿を週に1本だけとさせていただきます。ちなみに僕今レゴは5月5日まで帰れません。僕今 MacBook Pro 買いたくて、やりくりしてるて、もう4月3月はもうレゴあんま買わないようにしてるんですよ。で、5月5日のレゴの日だけもうこれは絶対欲しいと思ったやつを買って、それ以降はもうほんと MacBook のためにもう貯金しまくって、 MacBook 買えたらもうまたレゴ買おうと思ってます。まあ本当は今流行ってるまあ、レゴスターウォーズとか買いたいんですけど、まあ、家にまだ開けてないレゴいっぱいあるので、まあ、それを開けてから買おうと思ってます。まあ、ということで、まあ、結構話長くなっちゃったんですけど、僕は、やっぱ、京都来た理由の一つとしては、2級建築士を取って、地元へ帰るって決めてるので、まあ、しばらくの間なんですけど、まあ、ちょっと動画投稿を週に1本だけとさせていただきます。言ったからには僕2級建築士はもう絶対に合格しようと思います。以上、ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おなら、イエーイ。